苦しい心を持った子どもと向き合うことは、学校の先生にとっても苦しい思いをすることは少なくないと思います。ただ子どもが自分の苦しさから前に進んでいくためには、子ども自身がいろんな人といい関係を結ぶことがとても大事なことになります。したがってそういった子どもを支援する学校の先生たちも、自分たちがいい関係を他の人たちと結んで、その上で子どもと接していくことがやはり大切だろうと思うわけです。だからこそ、苦しんでいるその子どもに対して、先生が一人で抱え込まないで、一人で悩まないで、自分自身を信頼できる人たちと一緒になって、子どもと向き合う姿を見せることが、子どもも人と信頼関係を作っていいんだという、そういう思いを再び取り戻すことができるのではないかと思います。そういう姿を先生が見せる中で、子どもとそれから親に対しても、親も子どもも信頼関係をまた持って、人と接していく力をつけていくことができるのではないだろうかと考えます。